時間になりましたので、このデータベースが変えるバイオテクノロジー戦略、ライフサイエンスコモンズを目指してというセミナーを始めたいと思います。私はこのコーディネーターをしております、バイオサイエンスデータベースセンターの高木と申します。どうかよろしくお願いします。隣で山中先生の、講演が行われているときにこちらに来ていただき大変感謝しております。ただ溢れただけかもしれないんですけども、それで今日の、このタイトルでございますけれども、コモンズというのは最近割と流行ってきた言葉でご存知かもしれませんけど、共有地とかいう意味でございまして、気持ちとしてはデータとか、ツールとかを、みんなが使えるようにしようということでございます。でこの後3名の方にお話しいただきますけれども、その背景になること、あるいはこの今日の趣旨を簡単に私の方からご紹介したいというふうに思います。ここにいらっしゃる皆さんもよくご存知のことだと思いますけども、ライフサイエンスで、ゲノムプロジェクト以降、あるいはもっと言いますとヒトゲノムが決まって以降、情報爆発が起きています。で特に最近の新型シークエンサーの発展によりまして、ここに右の方に書いておりますけども、ペタオーダーのデータが見えると。でもう少しするとそのまた10の3乗上のエクサぐらいのオーダーで物事を見ないといけない状況になってきているということがどうかと思います。でデータのこの爆発のことは皆さんよくご存知なんですけど、一方で知識の爆発、あるいはデータベースの爆発も起きております。論文が2000万件ぐらい溜まっております。で年間100万まではいきませんけども、数十万件の論文がライフサイエンス分野だけでも出るというような状況で、データとそれから知識と、データベースは今日はあまり詳しくお話しませんけども、データベースも非常に多くなっていて、これらをどううまく使いこなして研究をするかということが重要になってきております。で、そういう中で、いくつか課題も出てきております。で今申し上げたことと少し重なりますけども、ミレニアムプロジェクトは2000年以降大きなプロジェクトがライフサイエンスで行われておりまして、一言で言いますと、多額の研究費がデータあるいはデータベースに化けているということが言えるかと思います。で一方でゲノム高度研究をはじめさまざまな、プロジェクトが今立案されておりまして、情報爆発を加速する方向に来ているということでございます。でこういう中で研究スタイルが従来のその頭で考え、論文で研究者の頭の中で考えるというそのスタイルから先にデータを全部集めてしまって、その中から、いろんな知識を発見しようという方向に来ております。これはライフに限らなくて、最近は第4の科学という言い方をされますけれども、実験科学、それから理論科学、それから計算科学の続きまして第4データ中心科学というようなことも言われております。でこういう研究のスタイルになってきておるわけでございますけれども、一方で、そういうふうにデータが重要性が高まれば高まるほど逆にそのデータを囲い込むということが行われてきているわけでございます。大学の法人化はじめ、それからバイドール法というそのいろいろその研究者のインセンティブを高める、いくつかのルール作りが行われまして、一方でそういう今申し上げたことと逆行するようなデータの囲い込みということが行われています。で、こういう中でやはり重要なことはそのデータをみんなで共有して、統合化して理解していくということだろうと思います。そのデータの公開といいますと狭い意味でブラウジングできるとか一部のデータだけを公開するということが行われておりますけれども、それでは非常に不十分で、ここで考えないといけないのはやっぱりデータを作った人以外の人が、イノベーターになりうるという時代だということでございます。ヒトゲノムを取ってみれば非常に簡単に分かることでございますけれども、ヒトゲノムデータを一人誰かが囲い込んでいてもですね、いろんな知識を発見できないわけでございまして、それをみんなで使うということが非常に重要になってまいります。その中でデータの再利用、転用、マッシュアップということが自由にできるような環境をどう整備していくかということが重要になっております。でこのあたりのことは今そこネイチャーの表紙を出しておりますけれども、2008年ぐらいからデータの爆発でありますとかデータの共有ということが重要な課題になってきているということが世界的にも言われてきております。でこういう中で我が国といたしましてもいくつか取り組みがございます。平成18年から内閣府主導の統合データベースプロジェクトがスタートしております。これは文科省が一番規模が大きいわけでございますけれども、経産省、農水省、厚労省が行われでも行われておりますし、昨年からこの4省を連携したポータルサイトが作られるまでになってきております。で今日はその中で文科省の統合プロジェクトの
成果を少しご紹介することになるかと思いますけども、これは同じくやはり18年に始まりました。でここではそのデータを公共財化する、みんなが使えるんです。あるいはまあ別の言い方をしますとコモンズ化すると、先ほど共有値という言い方をしましたけども、それでその価値を最大化するということでございます。でその中そういうプロジェクトを実現するために平成19年に、ライフサイエンス統合データベースセンター、私ども DBCLS と呼んでいますけども、そういうものが作られております。また、23年からはバイオサイエンスデータベースセンター NBDC というのが作られている。でこの、2つのセンターがございますけれども、上の方、先にできました方は今、技術開発をするということで、2つのセンターが協力しながら、進めているという状況でございます。でその中で、データを自由に使えるためには権利関係がしっかりしてないといけませんので、私どもはクリエイティブコモンズという、著作権を非常に制限した形の、ライセンスを使って、これはもう法律的にも、しっかりしたものでございますけれども、そういうライセンスを使ってデータを公開する、共有すると、あるいは統一フォーマット、辞書で表記の色などをですね、あるいは英語と日本語の関係なども、ちゃんと検索できるようにするということをやっています。で現在こういう、これまでの活動を通しまして、培ってきた技術等を使いまして、現在11課題の分野ごとのデータベースの統合化が進行しております。またその中には人のデータを扱うというプロジェクトもいくつかございますので、人由来データをどこまで見せて、何を隠して、あるいは何を制限して、その審査が通った人だけに見せるのかというようなガイドラインの作成ということも行ってきております。で今申しましたこの、11課題でございますが、今日一つ一つご紹介いたしませんけれども、ここにあります11課題が現在その分野ごとのデータベースとして作られております。それぞれの分野で今まずは統合化を図っているという状況でございます。植物、微生物等もございますし、それからタンパクの構造さまざまございますが、本日はこの中からどちらかといいますと応用に近い、あるいは産業に近いところの2つをご紹介したいというふうに思っております。でその2つが上の2つでございまして、東京大学の徳永先生 と、奈良先端の金井先生にこの後お話しいただきます。それから、これは統合プロジェクトではございませんけれども、企業でのそのデータベースの活用といいましょうか、そういうことでエーザイの永瀬さんにお話しいただくということで、この後3名の方にお話しいただく予定でございます。またこれ以外にも今申し上げたような活動にご興味がある方は1階の展示会場内のブースの B の401というところで、私どもの活動を紹介しておりますので、ご覧いただければというふうに思います。それではここまでがイントロでございますが、この後、順次3名の方にお話しいただこうと思っています。で質問はその都度総理の発表が終わった後に時間があれば受け付けたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。